地域医療機能推進機構地域医療機能推進機構大阪病院地域医療機能推進機構大阪病院は独立行政法人地域医療機能推進機構が大阪市福島区福島4丁目に設置する病院厚生年金保険法に基づき設立され2014年3月まで財団法人厚生年金事業振興団が同年4月から 独立行政法人地域医療機能推進機構が運営、救急指定病院、地域医療支援病院、独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院、付属看護専門学校を併設。社会保険庁の改革に伴い、全国に10カ所ある厚生年金病院や53カ所ある社会保険病院の今後のあり方について、政府及び、 独立行政法人年金、健康保険福祉施設整理機構を中心として、検討されていた。病院の第三者への譲渡が検討される中、自治体等から反対の意見が上がっていた。その後、社会保険病院等の整理合理化等を目指す立場から、当病院を含む全国の厚生年金、社会保険病院は2008年10月1日に、年金、 健康保険福祉施設整理機構の出資を受け法の保有病院となった。法の存続は発足から5年以内の2010年9月末までと決められており、その期間内に病院の譲渡が目指された。最初に社会保険浜松病院が譲渡対象施設に定められ、実際に2009年に医療法人に売却された。 自公政権下で上渡が目指されていた政策は、2009年の民主党への政権交代によって方針が変更され、厚生年金病院及び社会保険病院は公的に存続させることを原則とするとされた。その方針の下2014年4月に独立行政法人地域医療機能推進機構が設立され、当病院は邪序に移管された。 建設から30年以上、一部は56年、経過した建物は老朽化し、耐震補強も必要なことから、全面建て替えが行われることとなった。季節建造物の東側に、地上13階、地下1階の免震構造の建物が建設され、2015年4月21日に、竣工し、同年5月7日から新病院での診療を開始した。 ありがとうございます。